はい。アストモココロさんのインタビューです。本日のテーマは、家族について。再婚家族で、DV、家庭内暴力とか殺人事件等々が起こっている今世ですけども、このあたり、上からはどういう情報が流れてきておりますか？よろしくお願いします。上からっていうか、表面的にはそういうふうに見えるかもしれない。表面的にはこうやって、言葉はちょっと悪いけど、醜い争いみたいな感じに見えるかもしれないけど、悪い出来事、そういうふうに見えるかもしれないけど、これは、天から見たら、魂が選んできたシナリオ通りだから、例えば、前世で人を殺したから殺されてる。立場が逆になったとしてもね。殺されてる。虐待してる人は、虐待をしていたからこそ、虐待されてる側になってる。そして、それを味わうことで、痛い、苦しい、こうされたら痛いんだ、心が痛むんだっていうことを味わいに来てる。だから、いいことがいいわけでもない。悪いことが悪いわけでもない。悪いことは何を一体味わわせてくれてるものなんだろうっていうものがあるんだよ。上から見た視点ではね。だけど、表面的なものでは、世間一般的では、悪いことが起きたら、こうなりました、ああなりましたってなって、なっちゃうけど、視点としては、その人自体が、一人一人が味わうためのプログラムを味わってるのに過ぎない。だから、いいことも悪いことも酸いも甘いも味わうためのプログラム、昭和の愛シリーズを味わうために降り立ってきた。ただそれだけ。だから、親子であろうが、なかろうが、それは関係ない。暴力振るう人は振るう。人を殺す人は人を殺す。なぜならば、自分が殺されたから殺す。そして、なぜ殺されるのか。幼児が殺されるのか。そして、通り魔に殺されるのか。呪い殺されるのか。殺したから殺される。ただそれだけ。自分の場合は稀なケース。殺されることが多かった。殺すことは結構少ない。なぜならば、すべて殺されてでも、あなたはその人たちを許せますかっていうことが自分の課題だった。今もそう。呪いで殺しに来ようってする人、何千体何万体って来る。助けを求めてる人たちもいる。中には。ものすごい、黒魔術を使って、本当に、前世から殺しに来る人もいるけど、自分は、その人も全てを含めて、全てを許して、無条件の愛で包み込んで送り返して。なぜならば、自分のテーマは、全てを許して、無条件で包み込み、その人に送り返す。それが自分の役目。
だからそれぞれ違うんだよ。うん。だからちょっと話はちょっと逸れてしまったけど、殺された。うん。それは自分自身が殺された、あ、殺したから殺されたっていうカルマン生産のため。DV を受けた。DV を受けたから、したからこそ自分が蒔いた種を刈り取ってるカルマ生産のため。うん。だから、すべて自分自身が刈り取るプログラムになっている。うん。生涯の愛シリーズのプログラムになる。うん。だから、天からにしたら、いいこと、悪いことっていうことに対して、すべてに意味があり、すべてに意味はない。なぜならば、すべては味わうためだから。いい悪いということを決めているのは、人間の独自の物差し。うん。自分の都合のいいようになってくれる。それがいい。で、都合の悪いものは悪い。うん。それは人間の自我、欲、所有の自我、生涯の愛心ですね。天はそうじゃない。善も悪もない。ただ、慈愛の愛を送り続けて、すべてを許し、慈愛の愛を送り続けて、静かに見守る。それが大河の愛。うん。うん。よって家族の、うん、存在っていうのは。なぜ家族になったのか。うん、なぜこの構成で家族になったのか、うん。この構成でしか味わえられないことを味わってる。この家族でしか味わえられないことを味わってるに過ぎない。うん、まあ、人間的に言えば結婚イコール契約なんだよね。うん、契約イコール形なんだよ。形、型枠なんだよ。うん。難しい？うん。そしたらもう制限だよね。うん。うん。だからしょうがないんだよ。うん。うん。十分さっきも言ったけど、親だから、大事にしなきゃいけないのって、ちょっと、そういう感じで言っちゃったけど、産んでもらったからこそ、ありがとうっていう感謝。産んでくれてありがとうっていう感謝。そして、先祖様たちにも、先祖様たちがいてくれたからこそ自分がいるっていう感謝は、ある。でも、魂には関係ない。はっきり言って。だから、体と魂は別なんだよ。うん。だから、家族が仲が悪い？うん。疎遠になってしまった。当たり前なんだよ。だって、波動が変わってしまったら、家族であろうが、血のつながりがあろうが、波動が合わない同士が合うわけがない。うん。それに合わせろっていうのが、それは違う。それは天の考え。人間の考えは、それに合わせなさいよっていう。
考えだけど、天はそうじゃない。波動が合わったら変わっていくのが当たり前っていうのは天の考え。うん。合わせるよっていうのは人間の考え。人間の業欲の考え。うん。ということは、家族っていうのは味わうために必要な制限っていうと、制限であり、味わうこと、家族になることでしか味わえられないことを味わうために作り出した人間としての、環境、人間関係を味わうための環境って言えばいいのかな、うん、形型枠、制限、制限だよね、うん、ありがとう。